あとですね、防具の方も一つの防具パーツにつき一つのスキルがつくようになってますので、はい、ここでまあ早食いだったり体力回復量アップ攻撃といったスキルがついてますので、自分のお好みで、特にですね、エネルギー感であれ時間が短くて、クリアが難しかったりしますので、はい、まあ、攻撃系とかを足していただいたりとか、まあ、早食い系ですねとか、アイテム使うのが早くなら早食い系とかを重ねていただくのが僕のおすすめになります。まあ、なるべく時間短縮を目指してやっていく、ね、はい、いただく方が成功率は高くなるかなと思います。あと大事なのがですね、特殊装具というですね、特殊なスキルを、発動できる装備品というのが新たに追加されてます。はい、ここですね、この不動の装備っていうのはですね、はい、まあ、モンスターが攻撃してきてもですね、ダメージリアクションをプレイヤーが取らなくなります。あとはダメージも軽減されますので、ネルギーガンというのは攻撃力が高いモンスターには非常に役に立ちますので、はいはいはい、ぜひこの辺選んでいっていただけたらなと思います。今みたいにこのアクションプレビューで見れるのもまたすごいですね。うん、どういうアイテムなのかどういう装備なのかが分かりやすい。分かりやすい。はい、あとちょっとこれフィールドに出たら、これさっきちょっと僕質問を受けたのであれなんですけど、はい、カメラっていうのがですね、今回ロックオンカメラっていうのが採用されてまして、初めデフォルトその状態になってるんですけど、はい、今までのモンスターハンターってターゲットカメラっていう、はいはいはい、そうですね、ターゲットをオンしたカメラに対してカメラリセットが向くっていう時に向くっていうのがあったんですけど、それはオプションで開いてもらって、これが今ねターゲットカメラしてる状態です。ロックオンカメラしてる状態です。ごめんなさい、こう何もカメラを操作しなくても対象に対してずっとロックオンしてくれる状態です。今ケルピかな、ケルピですね、ケルピに今ロックしている状態です。はい、こういう逆に言うと小型モンスターにもこんなターゲットオンとかロックオンできるようになったりなりましたね今回から。で、まあ、この辺が変えたい方はオプションの方でですね、まあ、これL1 と R1 の切り替えだったりとか、はいはい、アイテム操作設定なんかもこの辺で変えられますの で、このターゲットカメラロックオンのをターゲットカメラにしていただければ、あ、まあ、昔と同じようなよ、あ、一瞬でもパッと戻る感じですね。カメラリセットした時にターゲットを向くというバージョンに切り替えることができます。便利。はい、じゃあ行きましょうか。そうですね、あとせっかくね今回シングルプレイですので、フィールドにこうテトルっていうこうモンスターなどを確認することができます。味方してくれる人がいますので、ちょっと行ってみましょうか。あ、シルベムシが、はい、これシルベムシはですね、緑色の時と青色の時ありますが、はい、青色の時はですね、痕跡とかですね、そっちの、モンスターの誘導というのはコリューとか、まあ、ちょっと手強い系のモンスターの時は青くなった、ああいう青いなんですね、はいはい、それ以外は緑。あ、テトル、テトル、こういうふうにですね、フィールド上にはテトルという、この大陸に住み着いている、獣人族がいまして、それと仲良くなるとですね、かわいい、今お供がスカウトして、いい、すごい、守り族の盾文字君が新たな2匹目のお供として、加わってくれることになりました。本当に今交渉してましたよね、はい、話してスカウトしてくれました、頼もしい。あ、でしかもネルギガンというか、もうあそこにいますね。あ、は見える、あ、なんか見えますね。これはやつは、あ、すごい、来た。まだ気づかれてないですね。気づいてないですね。さあ、討伐を目指しましょう。ターゲットカメラを使えば、じゃあもうすぐ気づかれますか。わー、疲れた。気づかれました。まだですね、まだ左下のマップのところが赤くなったりとかすると気づかれてる状態になるんですね。まだ気づかれてないです。まだ、そうか、そうですね。カエルがいますね。カエル、カエルがない。あ、やばいやばいやばい、カエルが、あー、両方とも麻痺する。フィールドに今ですね、刺激を与えると麻痺するガスを出すですね、カエルというのが生息してまして、それをまあ攻撃した結果、僕も一緒に麻痺でしょ。あれちょっとね、刺激してガス出したら離れないといけないですけど、今ね、方向で巻き込まれましたね。お気をつけて。でうまく使えばモンスターだけ巻きさせて、はい、にバシバシ攻撃を叩き込めるってことですね。はい、そうですね。あとはですね、今回総中魂を使ってますけど、総中魂ね、プレイしてる方もね、結構ね、多いと思うんですけど、総中魂今回よりこう空中でのアクションというのがですね、ほら、あ、今空中でめっちゃ動きました。ほらすごいね、さらに空中でのアクションというのが華麗になりましたので、おっとっと、あらあら、すごい暴れてる。ただしエネルギーガンテが強いと。
はい、今頭が白いトゲになりましたね。トゲが生えているモンスターなんですけども、モンスターの攻撃、あとはプレイヤーの攻撃によってトゲが壊れるとですね、ああいうふうに再生していきます。で、再生した直後っていうのはこう白くて長い状態になってですね、まあ、いろんな攻撃をしてくるとトゲを飛ばすようになってくるんですけども、同時にその白い時っていうのは肉質が柔らかくなってですね、ダメージが取りやすくなってますんで、この白くなったところを集中的に狙っていきたいです。じゃあちょうど今上からいい感じで、はい、あ、乗った。で、今回乗った状態でもですね、このモンスターが、暴れていって、乗られていることを嫌がってぶつけに行ったりするのをですね、ここで移動しながらかわしていって、今頭柔らかいので、はい、頭に乗って、ダメージもでかいですね、はい、あ、倒した条件満たした、ああいう風に武器を使った特別な攻撃も出したりできます。アイルが船に乗ってますね。で、今ちょっと時間が経ったので、はい、黒くなってしまいました。で、黒くなると弾かれるようになります。硬くなってですので、黒くなる前にですね、できるだけその部位を、白いトゲをですね、破壊していきたい。黒くなってしまうと、硬い上にですね、攻撃も強力ですので、なかなかこう討伐が困難になっていきます。はい、はい、というわけで、その時間の関係もあってですね、メルギガンテは以上な感じでね。この後は試合という感じですかね。はい、そうですね。いや、この後も見たいけれども、ね、皆さんにやってもらうね、プレイ時間のこともあります。